This is Miyako. Thank you for watching. ということで、今日は試したい機材がいくつかありましたので、それを持ってスタジオに、まあ、スタジオというかここはライブハウスを今ちょっとね、貸してもらって調整させていただいております。こちらに、サブのアンプを、新しいアンプを用意しました。今まではサブのアンプはオレンジを使ってたんですけれど、まあ、やっぱオレンジはヘビーメタルよりっていうよりは確かロック向きっていう感じの音をしてたので、サブといえどヘビーメタルっていう音の方がいいんじゃないかなと思って、ディーゼルをゲットしてみました。すっごいいい音してて、ピービーとタメ張ってる感じですね。だいぶかっこいい音してます。はい、で、ミヤコモデルのルナストーンがゲットできましたので、今まで入ってたルナストーンと逆にしまして、無事ボードに入りました。やっぱりね、一応中身は同じなんですけど、個体差なのかな、結構ね音の差はすごくあったので、はい、面白かったです。で、あと変えようと思ってるのがこのオーバルトーン、今まで入ってたやつをちょっと変えようかなと思って、あと新しくオーバルトーンなんですけれど、すごい良かったので、ちょっとこれを入れるにはちょっとだいぶボードを動かさなきゃいけないので、家に持ち帰ってから作業になるので、ちょっとまだここにボードには入れてないんですけれど、はい、この人が仲間入りする予定でございます。はい、という感じでいい感じに音作りがどんどん進めていけております。みんなとねリハーサル入って音合わせるとまた印象変わってくるかなとも思うんで、そしたらまたちょっと微調整をしていって、あの本番には最高の音でお届けできるように頑張っていきます。楽しみにしていただけたらと思います。じゃあちょっと今日は短い動画でしたけど、お付き合いありがとうございました。See you soon. Bye-bye.